ついてるか、この気配。そいつは愚問だな。俺が見逃すとでも思ったか。確かに愚問だったな。俺もこいつを見逃すように育てた覚えはない。感じるぜ、お前の熱き血潮。今日この時のためにこそ俺の存在はあった。今こそ俺の定めを果たす時。お前ならやってくれると思っていたぞ、兄弟。いや、と思うよ。今こそ長きにわたり続いた戦いに終止符を打つ時。そう、魂という名の鎖からその身を解き放て。行こう。俺たちの行く先にこそ真実はある。立ち止まることなく、振り向くことなく、ただひたすらに。どこへ行くのかと聞くだけバカバカしいが、これが最後の機会だ。よく考えてから行動しろ。放っておけ、バカは死なねば治らん。どう言われようと男として生まれてきた以上、これだけは譲れない。忠告はした。これ以上付き合う義理もあるまい。行くぞ。引き返すならば今だぞ。悪いことは言わない。よく考えて行動すること。ありがたい申し出だが、熟考した上での結論だ。そうだよな、兄弟。正義は我らにあり、なすべきことは眼前にあり、栄光はこの手にある。待つばかりじゃ栄光を手にすることはできない。危険を顧みず、斧が手で掴み取らなければ。苦しみも悲しみも全ては共にある。全てを乗り越えた先にこそ望むものはある。違うか。楽しみじゃなくて、苦しみを分かち合い共に乗り越えてこそ本当の絆は生まれる。俺たちの結束は揺るぎないものとなった。今やこの歩みを止められる者はいない。たとえ神であろうともな。その通りだ。恐れるものは何もない。いざ行かん、湯煙のパラダイスに。極寒の地には光線、もう何もいらないって感じ。氷に覆われた森の中にあるというのがまた風流だな。極寒の地にあるからこそできる贅沢と言えるな。ようやく生き返った。やっぱり寒さには温泉が一番だな。うちもいろんな温泉に入ったことがあるけど、ここのお湯は格別だね。うちみ、切り傷、捻挫、腰痛、冷え性、まとめてごめんなさいってみんな飛んで逃げてくって。これが冒険の醍醐味ですのね。疲れた体が癒されますの。ええ、身も心も癒されるというのはこういうことを言うのですね。これでこの景色を地層に一杯やれれば言うことはないがの。うっしょー、こいつはすげえ。本当、生きてるって素晴らしい。俺のソウルが熱いビートを刻んでますよ。忘れるな、こいつは命を賭したからこそ手にすることのできた栄光だということ。命やらん限り刮目せよ。言われるまでもない。しかとこの目に、そして魂に刻み込もう。まさに地上に現れた楽園。このぬくもりの前では何者をもいてつかせることはできまい。この楽園が闇に包まれることを防ぐためにこそ俺はある。俺の魂に刻まれし定め、その重みを改めて実感した。俺はもう迷わない。そうだ、それこそお前に与えられた使命、受け継がれし運命。だが案ずるな、お前は一人ではない。
お前の戦いが使命によるものならば、お前のために戦うことこそが俺の使命だ。そのためならばこの命投げ打つことも惜しくはない。兄貴、ありがとう。姉様、また大きくなったのでは？それに比べて私は少し分けてもらいたいくらいです。ラビニアさんばかり不公平ですわ。ハイーナさんのおっしゃるように少しくらい分けていただいても町は当たりませんもん。何バカなこと言ってるんだ。こいつは物じゃないんだぞ。はいどうぞなんてやれるもんじゃないんだからな。うちも負けたかな。確かに立派なものだよね。お宝物には間違いないって。いくら眺めていても飽きないよね。冒険家の血がうずき出すな。アタック！な、わ、ば、ちょ、あんたたち何する？みんな楽しそうね。こうして見ているとなんだか自分がすごく年を取ったみたいに感じちゃうな。その言葉聞き捨てならんな。そうじゃぞ。若さとは外見だけにあらず、内からにじみ出る精気によるもの。ほれわしを見ていいよ。肌のツヤも張りも負けてはおらぬぞ。それはね、私たちは人間に例えればまだ子供みたいなものだし。ただなんていうか、心と体のバランスっていうのかな、どっちに合わせればいいのかなって。あれに勝るのにはちと抵抗があるのは認めよう。じゃが何、大人には大人の付き合い方というものがあろう。エリス、ボーグナインはいますか？え、ああ、いつものように見張りをしてもらってるけど。でしたらあの茂みに向かわせてください。またゾロ、悪い虫がおるようじゃからの。またあれだけの目に遭いながらまだ懲りないの？しまった、しくじった。そこにいる悪い虫を退治してもらえる？2匹まとめていっぺんに。トーマ、あんたね。ウィンフィールド直伝恋の危機回避術56ページ。男の友情は真っ先に捨ててでも逃げろだな。逃げても無駄だ。おとなしくする前に。いやー、ダメー、お助けを。いや、俺はただ男の本能というか先達の教えを守っただけで、悪気はなかったわけで。ほら、俺には大切な使命ってものがあるわけで。むぎゃー！